はい、皆さんこんにちは、池新です。今日はね、見ての通り辺りが白いですね。やってきたのは大分県九十九連山のね、牧野戸峠、今ここにやってきています。今日はね、1月の14日金曜日かな。時間がね、もうすぐ8時半というところです。はい、今日はね、先週の雲仙に引き続き雪山歩き、これをね楽しみたいと思います。で、今日入っていくのはこの牧野戸峠からね、九十九連山、まあまあ一般的なね、王道ルート、ここを歩いていきたいと思います。さあ、今日はね、多分天気も良くなるんで、青空と白い山、これでいけるんじゃないかなと思います。じゃあね、今日も僕の山歩きにお付き合いください。じゃあ出発です。さあ、入山届け、登山届けはね、ネットで僕は出してるんで、今日は紙では書きません。で、牧野戸峠はね、この最初の登り、これが結構しんどいんでね、多分ここ凍結してるかなと思って、今日は最初からチェーンスパイクをつけています。多分ね、この上に行くともう外してもいいんじゃないかなというふうに思っています。さあ、きっとね、今日天気もいいし、いい山歩きができると思います。さあ、今日こんな風に周りはね、真っ白いんですけど、気温がね、僕の温度計で見ると2度から3度ぐらいあります。で、天気予報でもね、日中は10度を超えるような感じでね、暖かくなりそうです。ということで、九十九の雪もね、今日でかなり溶けちゃうんじゃないかなと、そういう気がします。さあ、この坂を登るとね、空が開けていい道になりますよ。今日も、ね、多分最高の山歩きお届けできると思いますので、絶景ね、山頂からの絶景、お楽しみに。さてさて、最初のコンクリート道を登ってきました。ここからね、ようやく登山道らしくやっていきます。今日ね、風も穏やかで、すごくしのぎやすいですね。はい、時間が9時15分、まずは掘削山ですね、1503メートルやってきました。はい、まずは掘削山です。1503メートルです。あ、青空が出てきました。今この中央に見えるのは三股山です。そして今日はこの稜線をたどって九十九方面行きたいと思ってます。まだ九十九方面は雲が流れてますけど、僕が着く頃には青空がね、出てくれるんじゃないかなと信じてます。天気はね、良くなりそうですよ。さあ、掘削山を抜けました。しばらくはこういうね、平坦な道、すごく快適な道をね、歩くことになります。さあ、九州は1月の7、8ってね、大寒波がやってきて、そこら中ね、雪だらけになったんですけど、その後しばらくね、晴天が続いて、ここ2、3日は気温も上がったんでね、だいぶ雪は溶けてきました。で、この寒波直後はね、この九十九の山も
かなりね雪深く雪がね積んだんだと思うんですけど、今日はねもう多くの登山者が歩いたり風で飛ばされたりしてね、雪は踏み固められてすごく快適に歩けます。いや最高ですよ今日も。バッチリバッチリ。さあ今日の予定としてはこの後九十三、まずはここに登りたいと思います。そしてその後中岳ですね、九州本土最高峰の中岳、この2つはね今日登りたいなと思っています。天気もいいしね、多分絶景が見れると思うんですよね。あでそのね、九十三と中岳のほぼ中真ん中あたりにある三池、これが多分カッチンこっちに凍ってるんじゃないかなと思うんで、そこもねちょっと様子を見ていきたいと思います。もう天気が来て眩しくてね、すごくいい天気です。だいぶ霧氷が溶けてきましたね。お日様に照らされてます。さあ時間が10時5分、大木ヶ原の分岐にやってきました。いつも通りね時間は押し押しです。いやそれにしても今日は天気がいいですよ。今までもねこの冬の積雪機の九十って散々ね来てるんですけど、こんなにね天気が良くって風も穏やかでっていうのはめったにないですね。どうかしたらねこの九十山に登る稜線なんて風がね爆風が吹きつけるんで、どうかしたらコンディション悪い時はねこうサングラスをしててももう 目の中にね吹雪が入ってきて目が開けられないと。どうかしたらもうコンディション悪い時はねヘルメットにゴーグルでっていういでたちで九十三登るんですけどね、今日は、まあ、ゴーグルも必要ないしね、すごく快適に歩けると思います。で僕が持ってるね気温計温度計でもね今12度くらいあるんで、すごくね過ごしやすいです。手袋もね外しちゃいました、もう素手です。でこんなにね天気が良くて気温も上がってるんで、明日になるとねもう雪が溶け始めてこの足元泥べちゃになるんじゃないかなと、そういう気がします。とにかくね今日はコンディション最高ですね。しつこいぐらい言いますけどね最高、冬の九十も最高。さあ星空が見えてきましたね。いいねいいね。はい、前回の動画ではね僕のホームマウンテンの雲仙岳、その雪山の様子をお届けしたんですけどね、今日の九十三雲仙とはねまた全然趣が違って、こうね開けた感じでいいですよね。ぜひね雪山、九州の雪山快適に歩けるんでね、やってきてもらいたいと思います。でここもねやっぱり同じで、今日牧野戸峠からやってきた歩いてきたんですけど、牧野戸峠に登る道ですね、これがちょっとあの凍結とかしやすいんで、そこだけ要注意かなと思います。でちなみにね牧野戸峠の駐車場はライブカメラがあるんで、僕はねいつもそれをチェックしてね凍結具合とか見るようにしています。よいしょ、ちょっとライブカメラのねリンクを
動画の説明欄に貼っておきますので、よかったら参考にさせてみてください。結構ね、友達の車が止まったりするんで受けます。あ、何度も言おう、最高最高よ。さあ、星野さんとの分岐を過ぎたところでね、正面に九十三が見えてきました。これかな、見えるかな。さあ、このあとね、日仙里ヶ浜、ここ日仙里ヶ浜ですね、九条の避難小屋、そういったところを通って九十三の方に向かいます。今日はね、星野さんの方には行かずに九十三に向かいます。ね、正面に見えるのが九十三です。ほら、天気良くなってきたね。絶景にね、期待できます。はい、避難小屋が見えてきましたね。避難小屋のね、トイレと避難小屋はね、去年から改修されてきれいになっています。その前がね、結構おぞましい不気味な感じでね、入りたくなかったんで、いいことですね。はい、で、この稜線をぐーっと登ってね、この九十三、これが山頂なので、ここを目指していきます。相変わらずね、日差しがあって気持ちいいです。最高。はい、新しくね、2020年の年末ぐらいに完成した避難小屋ですね。大きくなりました。こんな感じでね、すごくまだ綺麗ですね。大事に使っていきたいと思います。はい、で、避難小屋の隣にはね、トイレ、携帯トイレ専用ブースがありますが、早くもね、扉が、調子蓋が外れて雪が降り込んで、今はとてもじゃないけど使えないですね。せっかくできたのにね、ちょっと残念です。で、隣のね、トイレも冬季は使用禁止ですね。冬季閉鎖中です。さあ、時間がね、11時を少し回りました。新しい避難小屋でね、少しだけ休憩させてもらって、この後ね、いよいよ九十三の山頂を目指したいと思います。ほら、雲もね、取れてきて、いい天気になってきました。おそらく絶景が今日は見れると思いますよ。もうしばらくお待ちくださいね。ゆっくり行きますか。それにしてもね、眩しい。さあ、この九十三ですけど、九十別れから九十三に向かう上りはね、夏場よりもこの雪があった方が歩きやすいですね。最高です。今日何回目かの最高ね。これ九十にもライチョウがいればいいのにな。いないもんな。普通のカラスがいます。真っ黒いやつね。九十三最後の登りですね。これを登り切ったところに山頂の標識があります。青空がいいよ。さあ、九十三最後の登りですね。あと10分ぐらいで登り切ります。
で、やっぱりね、この稜線尾根に出ると風がつきますね。ちょっと声がね、聞き取りづらいかもしれません。申し訳ないです。それにしてもどうよ、このね、青空の富士山最高です。今日もね、何回でも言います、最高。さあ、あと一頑張り、頑張りましょう。さあ、時間はね、11時55分かなり、ね、遅いけど九十三やってきました。さあ、九十三山頂やってきました。1786m です。やりました。じゃあ、ぐるりと一周見てみましょう。星翔山の方ですね。そして三股山です。で、天狗ヶ城、中岳、奥に見えるのは大仙山ですね。南阿蘇の風景と。いや、今日絶景でした。さあ、今日もね、天神様を連れてきました。で、給料第3お願いします。はい、それじゃあ九十三の山頂を後にして、次はね、中岳の方に向かいたいと思います。もうね、時間はお昼過ぎて12時半くらいに回りました。なのでね、途中の池の小屋っていう避難小屋があるんで、その辺りでお昼ご飯にしようかなと思います。ここからちょっと下ってね、30分ぐらいで、避難小屋に行けると思います。じゃあ、行ってみましょう。あ、いい天気。はい、というわけでね、九十三を下ってきてるんですけど、今日はね、ここまでで一旦切ろうかなと思います。九十三をね、下って、この後ちょっと右手で遊んで、ご飯を食べて中岳に登るという形ですね。次はそこら辺の様子をお届けします。それにしてもね、天気最高ですね。やっぱ来てよかった、最高です。じゃあ、今日のところはここでおしまいにします。ご視聴ありがとうございました。さようなら。また続きも見てね。